AVI UTA のインストールの仕方を動画で解説したいと思います。まず、ブラウザを開き、AVI UTL と入力し、検索しましょう。そうすると、AVI UTL というホームページが検索結果のトップに表示されます。このリンクをクリックし、AVI UTL のお部屋というホームページを開きます。ホームページが表示されたら、ダウンロードと書かれているところまでマウスのホイールを回転させます。ダウンロードと書かれているところから、 AVI UTL ZIP をクリックします。そうすると、ブラウザの下の方に確認の表示が出ますので、保存をクリック。ダウンロード中です。ダウンロードが完了しました。これが2015年10月17日現在の AVI UTL の最新版です。次に拡張編集プラグインをダウンロードしたいと思います。EX Edit ZIP をクリックして、ブラウザの下に確認の表示が出ますので、保存をクリック。そしてさらにフィルタープラグインをダウンロードします。ここでは様々なフィルタープラグインがありますが、ここでダウンロードするのは手動 24fps とゴースト除去のフィルタープラグインをダウンロードしたいと思います。各項目のリンクをクリックして、ダウンロード保存をクリックします。さて、ほとんどのソフトをダウンロードしました。ダウンロードの表示をクリックして、ダウンロードしたファイルを解凍しましょう。解凍は Explorer Exit Edge でやっています。使いやすく、個人使用は無料なので、インストールすることをお勧めします。ここで仮に C ドライブにツールというフォルダを作ります。そして、その中に先ほどダウンロードしたファイルで、ダウンロードの表示からファイルを開くをクリックします。出てきたファイルをドラッグ&ドロップで解凍し、フォルダを作ります。これで AVI UTL の導入は完了です。実際動画が表示されるか見てみましょう。見れました。しかし、拡張編集やプラグインやフィルターの導入が完了しないので、使うのには不便です。先ほど作った C ツール AVI UTL100 フォルダにプラグインズというフォルダを作ります。これは拡張編集やプラグイン、フィルターを導入するところで、だいたいコピーすれば使えます。
先ほどのダウンロード表示に戻り、それぞれのプラグインを導入しましょう。拡張編集が追加されました。指導 24fps が追加されました。ゴースト除去が追加されました。以上で AVI-UTL のプラグインの導入、拡張編集、個別プラグイン、ゴースト除去の導入を終了します。最後までお付き合いしてくれてありがとうございました。以上。